はい、皆さんこんにちは。ネット物販講師の黒沢です。今回は初回テストマーケティングのジレンマについて話をさせていただきます。端的に論点申し上げると、初回テストマーケティングは小ロットしか買い付けを行わないので、当然商品が売れたら嬉しいけれども、売れすぎてしまうと在庫切れを起こしてしまい、在庫切れを起こすと商品のランキングが急降下してしまい、最初の販売のようなペースで売れづらくなるページになってしまうので、在庫切れも防ぎたい。要するに、売りたいんだけれども在庫切れを起こすほどは売りたくないという、このジレンマをどう対処解決していけばいいかという話です。今回の動画参考になりましたら高評価チャンネル登録いただければ幸甚です。先におさらいなのですが、最近私は販売後の販売促進、販促についての動画を何本も出してきました。その中で3本の矢プラスアルファで攻めていきましょうという話をしました。具体的には、商品を出品した直後に広告と3ドルクーポンをかけ、1週間ほど様子見た後、商品の動きが鈍い場合はセール価格設定をかけましょう。さらに、1つの商品ページ内でも売れるバリエーションと売れづらいバリエーションが出てきますから、売れたバリエーションの金額を高めにすることによって、相対的に売れていない商品の価格が下がります。この商品ページ内での価格差を利用することで、お客様の購買欲を促進していきましょうという話です。今回の初回テスマのジレンマを解決するために重要なのが、この1商品ページ内での価格差を設けるという作業になります。では早速説明していきます。初回テストマーケティングで10商品販売したとして、そのうち10商品全部がすんなりと売れるということはありません。中には売れづらい商品ページもあれば、一つの商品ページの中で売れづらいバリエーションも存在しています。基本的に売れづらい商品を売るためには、3本の矢、すなわち広告、クーポン、セール価格設定を使っていく流れになります。まだ説明していないことなんですが、このスポンサー広告というものは、オートターゲティングとマニュアルターゲティングという2つの設定があり、オートターゲティングは Amazon が自動的にどの検索結果、もしくはどの商品ページに広告を出すかを決めるやり方で、マニュアルターゲティングはセラー自身が特定の検索結果や特定の商品ページに広告を出すように設定するやり方です。これについては別途動画で話をさせていただきますが、今回はオートターゲティングからマニュアルターゲティングの移行や広告レポートの見方の話ではなく、あくまでも商品ページ内での価格差を設けるというやり方についてです。というのも、手前味噌な言い方かもしれませんが、売れづらい商品を売るというのはアメリカアマゾン上でさほど難しいことではないんですね。極端な例言えば、商品って1円で販売すれば売れるわけじゃないですか。そんなことは誰だってわかる話なんですが、別に1円じゃなくても、事前に私の生徒さんであれば相場価格帯をしっかりと理解した上で商品を買い付けるわけなので、その相場価格の下限に近づけば近づくほど、もしくは損益分岐点に近づければ近づけるほど、商品ってすんなりと動き出すことがあるんですよ。ご自身の商品の金額を下げるということにものすごく抵抗がある方もいらっしゃいますが、そもそも少なくとも私のコンサル生の方は、相場価格よりちょい高めで商品を販売し始めます。これはクーポンをかけたり、セール価格を設定したり、今回お話しする商品ページ内での価格差を設ける分の遊びも事前に用意しているということですから、そしてあくまでも商品の売り出し価格は我々のさじ加減で勝手に決めた金額ではありますから、その金額を後から調整するということに対してあまり躊躇しないようにした方が良いかと存じます。とにかく商品というのは、基本的には相場価格の下限が損益分岐点よりちょっと高めに大抵は設定されています。よって販売価格を赤字にならない程度まで下げれば下げるほど、当然商品は動き出すんですが、初回テストマーケティングの場合、繰り返しになりますが、商品の在庫数自体が少ないので、一気に商品ページ単位でドバドバドバッといきなり
り売れてしまうと困ってしまうわけです。在庫切れになってしまうと、その商品ページを元の状態に戻すまでにリハビリが必要になります。骨折と同じで、骨折は一瞬だけど、一度骨折すると治すのにものすごく時間がかかりますよね。それと同様の状態に商品ページがなってしまうということです。売れづらい商品を売りたいんだけれども、売れすぎてしまって在庫切れになるのを防ぎたい場合も商品ページ内での価格差戦略を行います。ただ、以前の動画でお話しした価格差戦略とは逆のことを行います。以前は売れている商品の金額を上げることで、売れていない商品の金額が相対的に下がるという価格を上げる価格差戦略だったのですが、売れづらい商品の価格差戦略の場合、その逆で、むしろ売れやすい商品の価格だけをとりあえず下げて、その他の商材に関してはそれ以上下げずに様子を見るというやり方です。この方法を行うことで、少なくとも売れづらい状況からなる早で脱却することができますし、売れてない商品の価格をそのままにすれば当然売れない状況が続くだけですから、逆にこの売れない商品が商品ページとして在庫切れになるのを防いでくれる命綱の役割を果たしてくれるということです。こちらの例だと、例えば男性用のクロスボディバッグというタスキ掛けのバッグを出したとすると、一番売れるスタンダードな黒色については4ドルぐらいガツンと下げる。次に赤色は少しだけ2ドルくらい価格を下げて様子を見てみる。命綱の役割として青のバリエーションについては金額そのままにしておく。重要なポイントは2つあって、とにかく金額を下げないバリエーションを作っておくということと、売れるバリエーションの金額を多めに下げて売れやすい状況を作っておくということになります。別に段階的に下げる必要はなくって、黒色をガツッと下げたのであれば、赤と青は同じ 21.99 ドルでとりあえず様子見ても構いません。この方法を取ることで、初回のテストマーケティングのジレンマを払拭しつつ、売れるかどうかを少し強気で攻めていくということができますので、一番ニーズがありそうなバリエーションの金額をあえて下げることによって、売れづらい、もしくは売れづらくなってきた商品の息を吹き返させることができます。商品を販売するというと、当然売るだとか儲けるだとか正の販売戦略もあるんですが、同時に負の販売戦略、あえて売れづらくするという役割を一部のバリエーションに担わせるといった戦略もありますので、ぜひ覚えておいていただければ幸いです。売れづらいバリエーションに対して、なんで売れないんだってムカムカしてしまうことあるかもしれませんが、実はその売れづらいバリエーションがいてくれるおかげで、この商品ページが在庫切れを起こさず、商品ページのランキングが急降下せずにとどまっているということもあるので、もちろん売れてなんぼの商売ではあるんですが、売れづらい商品も無駄ではないという点は腹に落としておいてください。最後までご清聴くださりありがとうございます。